諸口神社という神社に来てます。鳥居が向こう側、海沿いに向いてるんですけど、桟橋があるんで、そこから昔は多分船で船をつけて来て、そこで参拝したんだと思うんですけど、釣りの船をしてる人がいます。向こうはちょっと見るかな、向こう側がヘト、枝の市街地なんですよ、このちょうど向こう側ぐらい、枝の市街地なんですけど、福島神社みたいな感じですよね。ちょっと一応飛び行くごろに近いかね。ちょうど昔は多分この辺とかにつけたんですよね。ここから、ね、参道を不思議に思いますよね、多分駐車場から来るとあれっていう後ろに来ちゃったよとか、表参道のはずだったから。もう残念なことになるのを、まあ、お知らせというか、海水浴のシーズンに来ると1500円駐車料金を駐車場で払わなきゃいけないんですね。なんかなので7月と8月は避けてきた方がいいかもしれないですね。お金払いたくない人は。ちょっと1500円は高い気がするんですけどね、で、ここも多分飛び分けてるのに多いな、この辺。御朱印はあるんですけど、扉を開けて、これが2個種類あるみたいですね。はがき、お賽銭の中に開けたのかな、そこにあるんですね。このパターン多いな、こういうの。電気つくかな。参拝室の時はスイッチ入れてくださいと。ここは入んないのか。もういたいた、こんな感じですけど。で、お祭祀、ここにいるのはね、ここか、どうも裏でいいと思うんですけど、入れていただいて、ご収入をいただいてください。何種類かあるかな、やっぱ上の下の種類と違うのか、これとなんか今松坂はこういうやつなのかな、赤いのもですね、何種類かあるんで、はい、あと今があるのとこの辺は船が関係なんで、こんな感じですね。はい、ぜひ参加